こちら大リーグマーリンズのイチロー選手、うん、今月7日史上30人目の通算3000本安打を達成しましたよね。はい、でその姿を近くで見てきた人たちの証言から記録達成の背景を探りました。3000を打ってから、まあ、思い出したことは、まあ、このきっかけを作ってくれた大木監督ですね。日本で7年連続首位打者を獲得したイチロー選手、大リーグ挑戦は当時の監督だった大木明さんに理解を求めたことが全ての始まりでした。2000年の秋にお酒の力を使ってですね、僕は口説いたんですけれども、まあ、その大木さんの決断がなければ何も始まらなかったことなので。マリナーズに入団したのは27歳の時。当時監督だったピネラ氏は細身の新人が大リーグの球速に対応できるかどうか不安に感じていました。First five or six or seven games that he played, he hit everything to left field. I called the interpreter over and I said, look, I need to see Ichiro pull the ball. Last call. Two innings later, Ichiro leads off the inning. And the first pitch, he hits into the right center field area for a home run. He rounds the bases. When he comes to the dugout, he shakes my hand. He says, happy now?ピネラ氏の不安をはねのけ、イチロー選手は卓越したバットコントロールでヒットを量産。10年連続200本安打など次々と記録を打ち立てます。イチロー選手の成功を信じていたのが日米でチームメイトだった長谷川茂俊さんです。人一倍努力する姿を間近に見てきました。どれだけバットを振り込んでるか、練習量、そのバッティングピッチャーがもうハーハーいうぐらいで投げさせてましたから、だからそういう意味では本当に努力の、賜物だと思うんですよね。イチロー選手の日々の努力は今のチームメートにも大きな影響を与えているとマーリンズのフィジカルコーチは言います。Doesn't matter if we're off on the road, if we're off at home, he comes in and he does his routine. And you could stack his physique and his conditioning up with any of our guys that are in their 20s or 30s. 大リーグ16年目で達成した3000本安打という偉業。イチロー選手の挑戦はこれからも続きます。達成感とか満足感というのは僕は味わえば味わうほど前に進めると思っているので、まあ、小さなことでもまあ、満足感、まあ、満足することっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。それを味わうとまた次へのやる気、モチベーションというのが生まれてくると僕は、まあ、これまでの経験上信じているので、まあ、これからもそうでありたいと思って。